いつもご視聴ありがとうございます。都リフォーム側です。今日はジェットバス付き最高級のユニットバスへのリフォーム事例ご紹介します。この動画でわかることは以下の通りです。最高級のユニットバス、リフォーム費用いくらかかるか気になりますよね。そしてその最高級のユニットバスは普通のものと何が違うのか、ジェットバスなど各オプションの詳細とともにお伝えします。今回のリフォームの概要は以下の通りです。築20年ほどの戸建ての話になります。お風呂が趣味のお客様で徹底的にこだわりたい、また研究開発がお仕事でしたので最新の技術にも興味がありますとのことでした。これら踏まえて具体的なリフォーム内容としては以下の通りになります。最高級のパナソニックのユニットバス L クラスを入れたい、またその際ジェットバスなどオプション盛りだくさんで行きたい、こういったご要望をいただきました。それらご要望を盛り込んだ見積もり内容以下の通りになります。なんと総額で200万円。通常のユニットバスのリフォームの倍以上の金額がします。それもそのはず、普及帯のユニットバスよりなんとパナソニックの最高級のユニットバス L クラスは100万円以上高い、そういった見積もりになりました。もう少し金額について詳細を見ていきましょう。普及帯のユニットバスと比較してみました。弊社ではよく普及帯のユニットバスとしてリクシルのアライズというものをよく出します。そちらと比較してみました。まず定価の時点で倍違います。ただそれだけではありません。割引率も大きく違います。リクシルのアライズの場合、定価の 70% オフで提供できるのに対して、パナソニックの L クラスの場合は 30% 程度しか引くことができません。そのため割引後の価格はアライズが30万円程度に対して、パナソニックの L クラスは140万円程度ということで、この時点で100万円以上離れることになりました。また工事費も違います。アライズは10万円弱に対して L クラスでは20万円弱ほどします。なぜこれほど大きな差が工事費で出るかというと、最高級のユニットバスパーツが多いです。そのため通常アライズでは1日で組み終わるところ、 L クラスでは2日かかります。そういったこともあり工事費が10万円ほど変わります。それら、ユニットバスの本体費用と工事費合わせるとアライズが40万円程度、一方 L クラスですと160万円程度ということで100万円以上の差が開きます。まとめると、ハイクラスのユニットバスは定価も高く割引率も低く工事費も高い、そういったところを考慮して、ユニットバス選び、考えていただければと思います。そしてこの最高級のユニットバス、どういった仕上がりになるのかすごく気になりますよね。もともとのユニットバスがこちらでした。それが L クラスを入れると、今回木目調の壁パネルにしたことで、まるでこうヒノキ風呂のような雰囲気に仕上がりました。詳細を見ていきましょう。こちらがカウンター、こちらが浴槽、これらどちらもパナソニック独自のスゴピカ素材というものを使っております。有機ガラスを含んだものでして、通常 FRP と呼ばれる強化繊維プラスチックなんですけども、こちら有機ガラスを含んでいることということで、丈夫でなおかつ重厚感のあるデザインになっております。そしてこちらがパナソニック独自のライン照明。さすが照明のメーカーだけあって、リクシルや TOTO にないおしゃれな照明に仕上がっております。そしてこちらがプラズマクラスターイオンの、浴室暖房乾燥機になります。さらに今回、酸素微泡油、そしてリゾートバブル、これらのオプションも付けました。酸素微泡油とは、このように小さい泡がアダプターからどんどん出てきて、まるで白い入浴剤を入れたような感じになります。具体的に動画で見てみましょう。こちらのアダプターから小さい細かい泡がどんどん浴槽に出てくるのがわかるかと思います。だいたい1分もしないうちで、左側の画像のように真っ白になります。この泡、どういった効果があるかというと、酸素を含んだ細かい泡になりまして、こちらが肌の角質まで入り込む。これによって、角質の汚れをきれいに落としてくれます。また、
保湿性ですね、肌の潤いも長続きさせてくれます。また角質の奥まで入るので湯冷めしにくくもしてくれます。まあ、簡単に言うとミラブルと同じ原理ですね。そしてもう一つ、リゾートバブル。こちらも動画で見てみましょう。まあ、かなりジェットバスで、このリゾートバブルの場合は、浴槽の底から、バブルが出てくるようなものですね。リラクゼーション効果があります。今回の事例については弊社ホームページにも掲載しております。概要欄に当 URL を貼っておきますので、ぜひとも詳細をご確認ください。本日もご清聴ありがとうございました。